はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。前回貝の体内に入るために巨人の世界に行って小さくなあれを手に入れたところですね、ヒーシスの神殿に戻ってきて、これから貝の体内に入って、秘宝を取り出していきますというところになります。じゃあそのまま話しかけていきましょう。貝しっかりしろ。貝の体の中に入るぞ。小さくなあれを使った。貝の体内頭部、今頭っすね、頭のところにいて、でそう、体の中を回って秘宝を回収していくんだけど、ここは上半身、ちょっとこっちから攻めようか。貝の体内を攻める。敵どうなんだ。あ、でだいぶねパラメーター上げをしました。香港 B 型そんなんいるんだ。ミスリルの弓がね単体は強いで、ミカミックスも一応グループ攻撃できるようにサブマシンガンは持たせました。でブリザードを使って爪、あそう、あと通常のバトルは早送りでやっていきたいと思います。でボス戦は普通の戦闘速度でいきましょう。白血球の肉、もう相変わらずよくわかんないよね、白血球の肉って何っていう。回復か。あとモンスターをね、やっぱりペットちゃんをねなんとかしたい。今はこのペット気に入らないから、こいつはシカトしよう。ちょっと能力見ますか。ね、能力はね、人間がやっぱりね、パラメーターの上がりがすげえいい。で、力、まあ、秘宝込みですけど、37。素早さ25、防御17。で、エスパーがね、全然上がんなくて、素早さをね、もうちょっと上げたいんですよね。せめて10まで持ってきたかったなって思ったんですけど、上がらないので、もうこれで妥協しました。で、左手。これね、下の地図がね、本当に手の形をしてるんですよね。これはどっち？テロリスト。これマシンガンでいっそしよう、もうめんどくさいし。サーベル。早い。デリンジャー。もうデリンジャーはいらない。時代遅れ。左の方から行ってみるか。でどうせだったらチェインを刺して少しでもパラメーターが上がる確率を増やしていこう。28号とかね結構強いんだよね。でまだ一掃して安全な状態になったら、いや待て、ここはミスリルの弓でいいや。これまず倒す。でこっちも倒す。香港 B 型毒液、毒になるくらいだったらね、溶かす強いね、やっぱり。でミスリルの弓も強い。で敵は2体、んー、まあメカはいいか、何もしなくて。で素早さ上げたいからサーベル。でミスリルの弓はさっき使ったからブリザード。ちょっと選択肢は増やす。増えない。でこっちに光ってるのが秘宝ですね。これを回収して炎の紛一つ目ゲット。次へ急ぎましょう。一応ある程度勝手に出てくれます、外に。でこれで各体内にある秘宝を集めて、全部で5、6個あったと思うんだよね。で手から先に行きますか。敵はそんなに頻繁に戦ってもねっていうところ。稼ぎはちょっと裏方でやりましょう。今度右手。さてこれも右か左か。右から行こう。あった。これ完全に下の地図ね、
これ完全に手だよね。だから右手だから、これ薬指、薬指に秘宝がある。氷の間にで、手はこれで OK。 あとはどこへ通じているかというと、こっちの方。どっから行く？こっちから行くか。下半身、これどれくらい大きさあるんだ。大して大きくはないよね、自分たち。こんなのが動き回ってても、とりあえずは体に影響はないんだろうな。右足に来た。サブマシンガンぶっ放してるからね、体内で。それでも大丈夫だから、それほどまでの小ささで。足はあった、すぐ見つかったね。回収しよう。毒のマギ、じゃあ次は逆サイへ行きますか。これはちょっと回避できない。雨降らしはね、全体攻撃がめんどくさい。でミスリルの弓はね、確か予備があった気がする。まだそう、全体的にやっぱり素早さが遅いから、愛人とペットがね攻撃が遅いんですよね。でね、サイコダカは多分いらない。もう魔法使ってれば魔力は増えるんで。雨降らしの肉、まあ、食ってこう、どんどん食ってこう。ラムフォリンクス、再生を継承した。勝手にヒットポイント回復するやつですね、ターンの終わりに。多分かわせない、ここは狭くて。3体か、いけ、不意打ち。溶かす強い。多分溶かすはね防御無視だったと思うんだよね。ちょっとこの戦闘が終わったら回復させよう。痛い、キックもちょっと食らうし。雨降らしの肉回復。さてケアルを使っていきますか。そう、ガラクタがね魔力がなくて、あの愛人だけの魔力だけじゃなくて、受ける方も魔力がないと回復力が落ちるんだよね。メカは本当に魔力がないんで、なんか1個くらい魔力系を装備させてもいいかなと思いつつ、ちょっと待ってね、こっちに行く前に下半身から行こう。貝の下半身攻める、言い方があれだけど、あれ下半身こっちも攻められるな。いや、こっちから攻めよう。別に足フェチではない。これは3連狙えるね。3連狙えるときはちょっとパラメーター上げのためにやっていこう。でマシンガンでまずこいつで、自分も一回サブマシンガン使っちゃおう。で弓でストーン、これね全体攻撃やってくるやつ厄介で、肩やっぱり。今なんだ、何になった。ガラクタちゃん大丈夫か。でサーベルで、まあ、ブリザード、あとペットだな。ペットが戦力になればまた違ってくるんだろうけど、バートラックスで、ダガー、ダガー最悪使い切っちゃっていいな。くちばしゼロとかダメだ、上がらない。やっぱり稼ぎどころで集中的に上げた方がいいな。青大将、青大将初めてだな確か。で青大将は結構攻撃力高かったよね。なんか食らってこいつ強えみたいなこと言った記憶がある。一体ずつ倒していこう。ブリザードで一掃するか。どうせ愛人の攻撃は遅いからね。
え、弓は強い。てか、トカス強い。敵のトカス本当に強い。青大将弱えわ。自分が使うと弱い。ガラクタのヒットポイント回復はもうハイポーションとかにした方がいいかね。持ってたかな。持ってるわ。てか、ポーションが3つある。3つ使っちゃおう。オッケー。ここは、まあいいや、戦おう。2体ずつか。マシンガン、マシンガン、ブリザード、あと残ったやつ、毒素、毒素だいぶ使ってくるね。青最初マジで弱すぎる。さて残ったやつサーベルで弓、ちょっやっぱりね素早さ重要だよね。おお最大ヒットポイント。で人間は本当上がりがいい、エスパーと比べて。まあ、当たり前だけど。多分魔力もね上げようと思えば上がると思うんだよね。特殊能力を覚えないっていうだけで成長性はあるんで。最悪金に物を言わせて書を買えばいいんで。使いたい魔法の、さて魔力のマギから下半身のもう一個の道があったんでそっちへ行きましょう。ちょ待って、これは無理だ。強いんだよね。多分サブマシンが一発じゃ一掃できないんで、ブリザードをこっちへ投入するか。ストーンは何に弱いんだ。でも霊気には弱そうだよね。いや硬い。げ、死んだ。倒れていったうちのペットが。ひどい。最大ヒットポイント、お素早さ最大ヒットポイント。今回上がりが良かったな。でこっちの方、あれこれってどこへ通じてんだ。心臓とかか。糸腸だった、違った。心臓はもう少し入り口に近いところか。胃なんかでさ暴れられたらもうマジ気持ち悪くなりそうだよね。そのままゲロとして吐き出されそう。そういうお物はないな。貝の体内一応ねこうなんかすくってるんだよね。なんかこういう不純物が、魔物とかが侵入したことによって。あれこれここにあるけど、あ奥トレジャーポイントだ。ちょっとトレジャーポイントから先に回収しよう。多分貝の体内ってもう来れないと思うんで。そう思うと回収してないのありそうだな。宝箱、防御のもと、ゲーすげえいいの手に入れたんだけど使っちゃおう。防御か。いや防御は愛人に使ってあげるか。生存能力を少しでも上げるために装備できる防御は少ないからね。で秘宝回収して、これここで大丈夫でしょう。素早さの間にこっち出て、でこの真ん中の入り口、あれここはちょっと下の地図を見てて敵の姿が見えなかった。ペット1だけどいいや、役立たねえからそのまま置いとこう。肉で回復させればいいんだから。ペットなんて使い捨てだお前は。ヘビなんてね飼う気がないから。爬虫類とか俺超嫌いなんで。回復しただけ、しかも全開しないんだ。半分回復した。でこっち、マジ爬虫類とか触れないっすね。ヘビとか超やだ。
ペットショップでね、爬虫類とか売ってたりするけど、もうちょっと全然ダメっすね。これは追いつかれる。チェーンで戦おう。超やっぱりまた。ストーン6体か。ストーンをサブマシンガンで一掃できないっていうところがなかなか痛い。ダイノサウルスはどうだろうか。ペット早い、ちょっとだけ。愛人のね、素早さが足りないんだよ。愛人が先行してくれればだいぶ肩がつくのが早いんだけど、ペット徐々に回復していってる。でバトラックスを使って力が上がる可能性もない。そんな可能性はなかった。ダイノサウルス食べよう。ダイノサウルスになった。あーでもヒットポイント170ある。これちょっと強いんじゃん。脳筋っぽいけど、かなり100くらいは減ってるか。ちょっと回復させよう。ケアル力があるね、やっぱり脳筋だな。まあ、ヒットポイント高いのはね、そのまま生存能力に直結するんで。って言っても火力が出ないと話にならないからね。なんかこれなんだ、超難ぞ。人間の体内にこんなものがあるのか。またあった。なんか不純物を通さないようにしてんのかな。で俺たちは別に不純物じゃないから通れるみたいな。魔術みたい。いっぱいいるけどサブマシンガンちょっと数が減ってきたね。でやっぱ眠らせたりする厄介なやつらを倒していこう。これミカミックスにサブマシンガン持たせたのは正解だな。これ制圧力がすげえ上がってる。能力上がらないんで2ターンかけないといけないっていうのがあれだけど、まあ回せばいいでしょう。すぐ行動できるしね、サーベル。どうしよう。小悪魔食べよう。もうこれだっていうものが来ない限り食べさせても。ゾンビ、ゾンビってなったよね一回。で回収よし。あとは頭の中、頭へ行こう。ここ上半身が単なる。で頭部で、これ行くと確か戻るんだよね、外に出る気がする。だからこっち扉が開くちょっとやだね。頭の中がもしゃって開いていくの。脳に行ってしまった。でも脳は些細な傷がついただけでもちょっとやばそうな気はするんだけど。ん？どっちだ？これなんか後ろっ側とかなんかあるかな？なんもない。よし、じゃあ脳の中心に行きますか。こいつらゴブリンみたいなやつらがいる。一応セーブしよう。金は4万円、そこそこ貯まってきたね。これは抗体か。抗体が守ってんだな。わ、貝の細胞が秘宝を守っています。やべえ、俺たちも病原菌とみなされた。やるしかない。ゾンビだからな、そりゃ病原菌とみなされるよね。マクロファージ、どうしよう。サブマシンが一発じゃさすがに死なないよね。減らして、あとはブリザード、ドレインタッチがある。ゾンビ悪くなさそうだな。でサベル弱い、ゲッ溶かし強い。ブリザードで死にそう。残ったけど
バートラックスから倒そう。こいつは雑魚だったな。貝の交代。おお、力上がった。恐るるに足らず。交代倒しちゃったけど、貝の体ますます弱まりそう。爆発した。また。脳で爆発したけど大丈夫か？妖精の鱗粉？なんかこれ、トラップ解除。これで全部、外へ戻りましょう。トラップ解除って装備してなくても勝手に解除してくれんのかな、宝箱。何個か罠あったからね。ありがとう、助かった。ミカミックスたちはこれからどうするの？秘宝を探して次の世界へ行く。私は全てを神に捧げた瞬間、抱いてはいけない思い、言ってはならない言葉があるの。いや、モテる男は辛いね、カイ。神官職を捨てて俺と旅へ出ないか。あなたがお父様に会えるよう、ここで祈ることしかできない。さよなら。さよなら。ちょ、もう一回話してみよう。助けてくれてありがとう。それだけ。一夜くらい一緒に過ごしてくれてもいいんじゃないか。まあでもこっちもね、脳傷つけちゃったからね。そのことがバレる前に、これでイベントがあるな。でもイベント発生。もうおしまいだ。まだ言ってんの？大丈夫だよ、もう助けたから。おゾンビ、一体なんだろうこの可愛い感じの紙切れ。お前が言うな。どれどれ、これラブレターだ。それなら落とし主を探さないとね。俺もそう思ってた。神殿にいる人に話を聞いたら何か分かるかもしれない。賛成って、なんかゾンビがさ、そんなこと言うの。あれ、こいつのセリフ変わんないんだけど。とりあえずラブレターのじゃ主を探しますか。そんな大切なもん落とすなよ。他の人に拾われてさ、恥ずかしみを受けるだけだぞ、そんなの。いなくない、人が。そもそも。はい、イベント発生。あれ、こっちになってる。この紙を落とした人を探しているけど何か知らないか。これはとても古い時代に書かれたラブレターね。残念だけど持ち主を探すことは難しい。なんでそんなのが起こってんの。この手紙を読んで思い出した。力を失ったカイ様を元気づける方法。え、やっぱり秘宝を取り出したり脳を傷つけたから力を失っちゃったのか。この手紙に書かれてある火だまりの結晶を探してきて。古き神々の遺跡の近くにあるみたい。ラブレターにまつわる伝説。ロマンチックだよね。トレジャーポイント。じゃあ行こう。あれ、またイベントポイントがある。なんか来た。邪魔だ、どけ。何ですか。え邪魔なのは貴様らだ。成敗してくれ。こいつは何もしない。サーベル、弓、これでいいでしょう。どうせ上がんないんだろうな。上がった。やった、儲けもんだ。なんか来た。私の獲物を横取りするとは。あ、こいつなんかデプシラ、なんかね、効かなかった気がするんだよね。ロケットパンチと、ちょっともったいないな。ゴールドの盾、そこそこかっこいい。バトラックス最後だが、ドレインタッチいた。私に歯向かうんじゃないよ。ミス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 。そうだね、何もしない。抵抗しても無駄なことがよく分かっているようだね。こいつは何者なんだ、そもそも。なかなか順々だね。気に入った、レプシラ。これはご褒美よ。250マジックポイント。ちょっとなんか邪悪な感じがするけど大丈夫か。狩りの再開、生きのいいのを探しに行くわ。さっきの雲、別に大したことないだろう。あんな獲物、この世界にはもう雑魚しかいないから、他の世界に行った方がいいよ。ちょっと遺跡の方へ行って、遺跡の中までは行かないよね。遺跡の中まで行くとしたらめんどくさいんだけど、この近くのトレジャーポイントでいいのかな。ここら辺。宝箱発見。火だまりの結晶。よし、じゃあ帰りましょう。じゃあ火だまりの結晶だっけ、これを
渡しましょう。ありがとう。カイ様。一体どうしたの？そんな大きな声を出して。この妖精意外にでけえな。ペットたちがカイ様にこれを見つけてくれたんです。うん、まあ確かにペットの鼻が効いたとしか言いようがないからな。これは愛の伝説にまつわる結晶。心が温かくなったような気がします。それは良かったです。これでみんなの愛がもっと深まるかと思ったんですよ。そうだな、これは私からのお礼を。え、なんかアイテム手に入れたんだけど、星屑の杖。杖って何？癒しの杖みたいになんか結構いっぱいだな。あ、状態上を回復する杖。なるほどね、エスナ的なやつか。キュアルの書とかね、なんか小悪魔みたいなのが落としたからね。ウイサバコ結構いい金になるから。じゃあこれでまた秘宝が集まったんで、次の世界へ行きましょう。天の道を登るのがめんどくさいんだよね。さてこれでここの扉が開くので、先へ行きましょう。ミューズ関係は放っておく。あれ、今度こっちだな。ここから降りよう。で、次は何世界だ？え、わかんねえ。アポロンがいるとこだっけ？まずは街を探そう。ってか、回復してないや、そういえば。トレジャーポイントは後で回収しよう。お、敵が強くなってるということは、肉食いの時間だ。その前に能力も上げたい。162で倒せない。ヒットポイント。ミカミックスマジ、ヒットポイントめっちゃ高いんだけど、もうこの状況で。あれ、ここは特になんかがあるわけじゃない。発掘だけしてとっとと先へ進もう。どこら辺だ？か。ゲー、持ち物がいっぱいとか、そういやそうだった。ガラクタのヒットポイントが減ってんな。ハイポーション123、もったいない使い方だけど、なんか捨てた方が良かったかな。いや、ハイポーションそんな高くないよね。目薬劣化した。ハイポーションの方が良かったな。何が入ってるか調べれば分かるっちゃ分かるんだけど、アポロンの神殿周辺。じゃあアポロンに会う前に一回街へ入って道具とかを整理して、アポロンは次回会いに行きますか。とりあえず街へ入る。リンの街リンちゃんいたね、そういえば。しかもリンの街だからね。イベントとかこなす前にアイテムを見たい。ネズミ男がいる。この町にはリンっていう可愛い子がいる。だからリンの町。可愛いが全て、可愛いは正義です。で、売る。ロングソードいらねえわ。あ、小さくなあれとか、もう売れんのこれ。売ろう。売ってしまった。サイコナがいらないな、なんだかんだ。 でキックもいらない。ケアルの書もいらない。スピア、なんか手に入れたけどね、いらない。ケアルの書もいらない。星屑の杖は一応持っとく。でも5500円で売れるのか。あ、星屑の杖があれば多分十字架とかいらないんじゃん。目薬もいらない。十字架いらない。金の針、いや石化はちょっと怖いな。で、ケアルの書いらないでしょ。デリンじゃない。さっきの目薬マジいらない。よし、だいぶ空いた。これで三段突き、クロスカウンター、チェーンソーがある。ファイヤーの書、電撃ムチ、火縄銃。世界で初めて作られた手動式の狙撃銃。え、ミスリルソードがある。海底ライトサーベル。あ、この2ついいな。たっけえけど。50本か。火縄銃、ロケットパンチよりは火縄銃の方が多分強いよね。ちょっと道具も見よう。なんかいい防具が
売ってるかもしれないんで、まあ、防具があれば防具も固めたい。ハイポーション売ってるね。ちょっとワンセットぐらい買っとく。で、癒しの杖あればな、役立つからな。15回か。エリクサー、あ、いや、これだけか。いざという時のために癒しの杖は持っておいて損はないからね。1本買っとくか、そろそろ。じゃあ、で、3万9000円でしょ。ミスリルとライトセイバーを1本ずつ買っておきますか。ちょっと武器の調達がな。三段突きは体術か。クロスカウンターも体術。体術は素早さが上がるんだよね。無知、力。だから本来だったら銃がいらないんだよ。銃はガラクタの力が上がるんだけど、力は使わないからね。魔力ゼロだから。だったらその代わりちょっと魔力を補充して、魔力が高い方が魔法耐性も高くなるよね。ちょっと魔法使われると最近ガラクタ弱くなってるんで、防御力は高いけどね。ちょっとピーキーな作りになってるから。キック悩みどころだな。一応買っておこう。あのミスリルソードとライトサーベルか、ライトセーバーじゃなかった。この2つは買っとこう。で、まあ、寝て回復ってか、宿屋どっちこっちか。これはイワマンがいる。アポロンはいいやつなのか悪いやつなのかよくわからん。気をつけた方がいい。ゼロケロ、オッケー。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はそのアポロンに会いに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。